はい、皆さんこんばんは。4月10日水曜日のニュースになりました。ビジログチャンネルのお時間でございます。本日ビジログ、編集長山本隆也まさかの不在ということで、私ウィングアクス凌介が司会を務めさせていただきます。よろしくお願いします。今夜のビジログチャンネルは4月19日に四ツ谷ロータスにて開催されるウィングアクス ×5×レブ共同スリーマンスリートラブルトライブに出演するアーティストから代表者の皆さんをお招きしてお届けします。ビジログチャンネルではこの後ご登場いただくゲストの皆さんへの質問やメッセージ、相談事など、お待ちしております。右上に出ております ch@extra.co.jp にお願いいたします。番組の最後には会員限定のシークレットコーナーもありますので、ぜひこの機会に会員登録をお願いします。今夜はなんと会員パート限定で、イベント当日の豪華な来場者プレゼント企画と、さらに会員パート限定で当日のタイムテーブルを公開したいと思います。早速もうね、絵からしてもうトラブルが起きてますけども、じゃあ早速本日のゲストの皆さんに登場していただきましょう。どうぞ。よっしゃよっしゃよっしゃ、はい、乾杯しようぜ、乾杯しようぜ、はいはい、乾杯するか、乾杯するか、乾杯しようぜ。なんかおかしいことになってるが、公開打ち上げ、さあまあ始まったけども、じゃあ皆さん3番よろしくお願いします。前打ちね。あれミオ、ミオ買ってなかったっけ。俺ミオ買ったのにな。じゃあ持ってきて。いいよ、ここにあるから。皆さん今日はもう分かる通り、もう、レイブとクラウドの、番組です。これはね、そうなんですか、はい、そうなんですか。いやもう俺はもう本当もうただのレイブとクラウドでしょ。これクラウドでしょ。これクラウド。これクラウド。あ、来た来た来た、ミオ来た。はい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 、はい。ちょっといろいろ、いろいろ説明が、そうですね、いろいろ説明が必要だと思うんですけど、まずはちょっと自己紹介の方から。なんでいいの、はい、なんでいいのお前。じゃあ、はい、僕からですか。はい、こうです。よろしくお願いします。はい、あ、ちょっとごめんなさいね。ごめんなさい、ごめんなさい。なんかいる、なんかいる。いや、出たがりや。じゃあバンドやれよ。じゃあバンドやれよ、お前。それうまいよ。はい、じゃあ、はい。はい、レイブのボーカルレンです。よろしくお願いします。はい、レイブのベースのユウです。よろしくお願いします。はい、本日ね、この4人でお届けしていくというところで、じゃあ、にぎやかし担当のリョウヘイです。本日のサプライズゲスト、元クラウドリョウヘイくんです。イエーイ。いや、ちょっとでもリョウヘイくんね、昨日サプライズでね、はい、急遽みんなでね、そうですね、リョウヘイくんも呼ぼうよっていうことになったんですけど、ちょっと匂わせ下手くそっすね。本当よ。マジで。何？6度って何？寒いなと思う。寒いなと思って。寒いよ。今日は寒いよ、確かに。今日寒いからみんなお家でニコ生見てねみたいな、ちょっと周りくどくなっちゃいました。そういうことね。分かってるじゃん。君が出るよ。まだいいや。まさか出るよっていうのをその告知しないとだったからね。ね、そう。そう。下手やなと思って。もう何とか言ってもお子ちゃん。いや、まあいつも通りです。いつも通りです。でも俺は会いたかったよ。だから、そうだから来たよ。両平に会いたいなと思って。だけど出るってなって結構テンション上がった。売れピー。売れピー。昭和か。令和に食っちゃけ。マンモスレピー。いや、いいね。やっぱこのね、レイブとクラウドもね。落ち着きますね。そうですね、まあまあ、落ち着きますね。パイセンちょっと寂しいもんだってさ。そうないですよ。パイセン、でもパイセン、覚えてますよ。何何、去年の8月、うん、そうよ、18日。そう、うん、そう、よう覚えてる。いや、うちのレイブ の結成、ん、指導日。あ、そんな大事な日だった。そうそうです。そうなんや。に誘っていただけて。そうなの。なおかつ、うん、ね、苦楽を共にしたクラウドと最後の対話。そうだ。そうで、クラウドも、イベントは最後、イベント最後だった、うん、奇跡が起きたんですよ。あの時俺泣いた。だってか俺見てたけど、うん、やばい、いいライブしてた。いや違うよ、俺が泣いたんじゃない。まあそのクラウドのライブもあったよ、あったけど、うん、俺は普通に、うん、なんかこんなチャランポランなやつがなんか
あ、お礼最後そう、はい、なんかマジで最後になんか届けたいみたいなことを言ってデイバイデイやった時に、ハローで俺もう泣いた、泣いてたもんね、ハローで泣いたもん、あ、うん、そうそうそう、あれはマジで泣いた、あれはもう僕らからの、忘れない、あれ僕らからのリンガクス主催だったけど、完全にもうさ、レイウとクヨタ完全に、で俺とかさ、そう、レン君が超いい MC してて、クラウドの最後でこうね、クラコを共にしたみたいな、うん、で、お、めっちゃいい MC してると思って、うん、で、そんなそんなこの日を呼んでくれたウィングアックスありがとうって言うんだろうな言わんのか大事なとこよ、こいつこういうやつなんですよ、俺こういうやつなんですよ、自分を高め、そう高めて終わりなんで、でもね、すごく良くてよかった、 それでなんか最初コウ君と、ね、もうソロ同士だから、うん、ツーマンしよっかみたいな話したんだけど、でも待てよと、うん、ちゃんこ待てと、よく考えたら一バンド担任じゃねえのかと、うんうんうん、っていう話になってこのスリーマンがね、いや、そうですし、レイブに声かけて実現したっていう、いや、いい話だ、いや、いい話、これはもう次は話しますよ、ちゃんと、うん、もう今日は龍介さんが誘ってくれながらもうみたいな、うん、MC ちゃんとやりますよ、もう大丈夫っすもう大丈夫一時言うまあね、はい、そんな感じで、ね、酒もなぜか飲んでるっていう、はい、なぜか、ね、いや、いいですね、うん、じゃ、なんでじゃあ亮平くん来たっていうね、いや、やっぱりそう、来たくなっちゃった、そうだよ、ね、いや、このメンツだったら来たくなるよ、なっちゃった、なるよ、ただの暇人や暇人だから家で曲書いてるだけだったね、まあ、そうね、じゃあやっぱバンドしろよじゃあバンドしろ、それはそう、なっちゃって、うん、